2010年2月22日にホワイトハウスで全米の州知事たちからの質問に答える大統領のバラク・オバマ。全米知事協会はアメリカ合衆国において州政府と連邦政府との間で重要な公共政策に関して連絡協議する団体である。議長は2大政党から1年交代で選出される。副議長は議長の属さない政党から選出され、 また、大概の場合、副議長が、翌年の議長を務めるのが、恒例のため、事実上2年間等を代表する形になる。現在の議長は、アーカンソー州知事のエイサ・ハッチンソン、副議長は、ニュージャージー州知事のフィルマーリーである。日本では、全国知事会や、全米知事会と訳されることもある。1908年に、州の分担金、連邦政府補助金等を用いて、 全米知事会議として設立された。全米知事協会は、全米の補充州と5つの海外領土の知事によって構成される。そして、協会は7つの委員会から構成されている。がという組織そのものに対応する、が執行委員会、が最善観光委員会の2つ、そして諸問題に対応する、経済開発、商務委員会、教育、労働委員会、保険 社会福祉委員会、国土安全保障、公安委員会、天然資源委員会の5つの常任委員会である。が執行委員会の議長と副議長がそのまま漫画の議長と副議長を兼任する。他に、専務理事という役職もある。ありがとうございます。